今日、河北市総合体育館では体育館いっぱいに掛け声を響かせているのは和智磨高校の生徒たちです。和智磨高校は元日の地震で大きな被害を受け、体育館は今も避難所に。また生徒のうち16人が二次避難でふるさとを離れ、内灘高校の校舎を借りてオンライン授業を受けています。こうした中、今日河北市に地震後初めて全校生徒が集まり、およそ250人による球技大会が開催されました。めっちゃ嬉しいです。今日は、一緒に頑張りたいと思ってます。めっちゃ楽しみです。性格とか全然変わってなくてよかったです。内灘いた分、今日思い出作りたいと思います。はい。学校側は当初今年の球技大会の中止を検討していましたが、生徒会が中心となって別の会場での実施を提案し、今回の開催にこぎつけました。全力で怪我のないように楽しみましょう。地震とかでやっぱ悲しいっていう気持ちの人とかもいっぱいいると思うので、みんなが楽しめるように開催できればなと思ってて、今回開催できても本当に良かったです。大会ではクラス対抗のバレーボールが行われ、熱戦を展開しました。勝ちました。嬉しかったです。楽しかったです。勝てたんでめっちゃ嬉しいです。同じ場所で同じ時を過ごすことの喜び、体育館には歓声と笑顔があふれていました。この訓練は地震発生直後に必要な行動を確認してもらおうと、毎年県内の学校や企業などで行われているものです。地震です。午前11時に大きな地震が発生したという想定のもと、金沢市の民間小学校では児童たちが一斉に机の下に隠れました。そしてしゃがむ、隠れる、じっとするといった身を守るための3つの安全行動を実践しました。頭をしっかり守ることと、机の下をしっかり押さえることを意識しました。もし本当に地震があったら動くと思うから、それで抑えるのが難しい。今日習ったことを生かしてできる限り頑張ろうと思います。学校側によりますと、元日の能登半島地震以降、児童たちの防災意識は高まっていて、こうした訓練を通して児童自らの安全行動につなげたいとしています。梅雨前線が日本海にあり、明日にかけて停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、県内は大気の状態が不安定になっています。今夜から明日にかけて予想される1時間雨量は、多いところで加賀野とともに30ミリです。また24時間に予想される雨の量は、明日夕方6時までに多いところで加賀で80ミリ、野とで50ミリ、さらにあさって夕方までの24時間では加賀で100ミリ、能登で60ミリと予想されています。雨雲が予想よりも発達したり停滞したりする場合は、警報級の大雨となる恐れがあります。気象台では土砂災害に注意警戒するよう呼びかけています。また明日夜遅くにかけては落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。能登地区の市長や町長、県議らが参加して昨日開かれた能登総合開発促進協議会の総会。この中で長谷知事は、知事就任後毎年行ってきた白山登山について、今年は来月11日の山の日に登山を予定していましたが取りやめ、能登の仮設住宅を訪問する考えを示しました。犠牲になられた方々の初めてのお盆ということもありますので、慰霊の思いも込めて4日間は私は休みは返事をしてですね、ちょっと仮設住宅を中心に能登の方回りますのでですね、
また総会では能登半島地震からの復旧復興について長期的な支援を訴える決議案が採択されました。公立穴水総合病院では毎年この時期、病気や怪我で不安を感じている患者の癒しになればと玄関に七夕飾りを設置しています。そして今日は職員らが浴衣姿で業務にあたり、涼しげな装いで来院者を出迎えていました。綺麗や、かわいい、うん、かわいいね、綺麗やったね、皆さん能登半島地震で、被災された方も数多くいらっしゃる中で、そういう、浴衣姿、七夕という雰囲気を少しでも楽しんでいただいて、心の癒しになっていただければなというふうに思います。これは地域密着のチームを目指して取り組むもので、地元のブドウでワインの製造販売事業をスタートさせます。原料には河北市特産の高松ブドウのうち、適棒と呼ばれる間引き作業で廃棄されていたものを活用。今日は選手や監督などおよそ40人が市内のブドウ畑を訪れ、生育が遅れている房を切り落としていきました。中腰きつくないですか？とてもきついです。トレーニング並みです。1時間ほどの作業でおよそ650キロのブドウを収穫しました。地元の方々とこういうふうにつながれるっていうのがすごく貴重な機会だなと思いますし、チームとして思いを共有しながら進めていける素晴らしい機会をいただいたと思ってます。自分たちブルーキャッチという名前を通して、石川県以外の人にもこの地元のブドウを知っていただいて、いろんな人に飲んでいただけたらいいなと思います。オリジナルワインは12月頃の完成を予定しています。東京オリンピックから3年、次の舞台は芸術の都パリ。ここテレキンミュージアムでは地元ゆかりの名手をご紹介します。今日ご紹介するのがこちら、トランポリンの森ひかる選手です。トランポリン女子日本代表、森ひかる。国内最高峰の高さと高度な技を持つ日本随一の選手。重圧に負けた東京大会から3年、次こそはチャームポイントの笑顔で日本を照らす。さあ今日もですね、テレキンスポーツキャスター、はい、任命させていただきました。よろしくお願いします。はい、もう説明の必要がないと思いますけれども、オリンピック2大会連続金メダリストの金城梨紗子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森ひかる選手も前回大会も出てましたけど、交流とかってあるんですか？そうですね、オリンピックの選手村とかではないんですけど、合宿をよくやってる施設の中で何回かすれ違ったり挨拶したことはあって、はい、そんな感じですね。喋ってあ、そうですね、金沢学院ということで、はい、私も地元石川県だよっていう風に話して、はい、そこから少しお話ししたりとかしてましたね。どういう印象ですか？本当なんか明るくて、なんて言うんだろう、本当可愛らしい気さくな子ですね。そうですよね、はい、で本当にいつも明るいイメージがあるんですけれども、東京オリンピックではちょっと残念な結果に、終わりました。その時世界チャンピオンとして、挑んだんですけれども、まさかの予選敗退ということで、あれからが3年が経ちました。今の思いを聞いてきました。パリオリンピックにもし決まったとき、自分はどんな思いになるのかなっていう心配も少しあったんですけど、今日こうしてパリオリンピックの代表に決まったことをすごく嬉しく思います。3年前の東京オリンピック、最初の3回宙返り、2回宙返り、そして3本目の3回宙返りまでを絶対にミスをしたくない。まず3回宙返り、この後、マジ、これはちょっとマジか。森ひかる、ここで演技が止まってしまいました。いや、これは世界選手権で優勝し、勢いに乗った状態での東京オリンピックでまさかの予選敗退。オリンピックの1ヶ月前から技が怖くなって、
ジャンプも飛べない日が続いて、すごく苦しいことも多かったんですけど、どんな日も一日も逃げた日はなかったですし、ここに来るまでしっかりやれることは全部やってきたので。幼い頃から成績を残し、トランポリン漬けの毎日だった森選手ですが、その後しばらく競技から離れることに。卒業生59名、代表吉田。あの涙から8ヶ月後、大学の卒業式に森選手の姿がありました。東京オリンピックが終わってから、私はこの先どうしようかととても悩みました。たくさん休憩をして、いろんな経験をしてみて、その上でやっぱり私はトランポリンが好きで、トランポリンが楽しいなという気持ちを取り戻すことができました。そして2ヶ月後、東京オリンピックで優勝した選手に金メダルをかけてもらったんですが、すごくかっこよくて、私もこれ欲しいっていうふうに思いましたし。パリオリンピックの目標は？そうですね、やっぱり一番いいのは金メダルだと思います。パリに向けて再始動しました。徐々に調子を取り戻した森選手は、一昨年の世界選手権で3年ぶりに頂点に、そして今年のパリ代表選考会ではダントツで再びオリンピックの切符をつかみ取りました。オリンピックってなってもやること自体は変わらないと思いますし、特別なことをやるっていうよりかは、常に変わらず今できることを一生懸命やることと、自分の気持ちに正直に全ての気持ちを楽しみながらやっていきたいなっていうふうに。幼い頃から活躍していたからこそ、東京からの挫折乗り越えるのってすごい大変だったでしょうね。そうですよね、梨紗子さん、思わず映像を見てちょっと、いやもう涙が、ね、私もすごく印象に残っているので、はい、もういつ見てももう思い出して、でも涙が出そうになりますね、本当。で、はい、多分ですね、我々よりも同じアスリートとして、はい、なんか分かる部分もあるのかもしれない。私もね、まあ、競技は違えど私も挫折したことはありますし。そうですね、共感できる部分はありますね、はい、ちょっとこの流れで行きにくいんですが、お願いします。ここで梨紗子の見どころ。ありがとうございます。ありがとうございます。挫折をどう乗り越えるかというところでもあるんですけれども、はいはい、こちらですね。挫折をしたからこその強さという、うん、そうですね、まあ挫折をしてから少し休憩を挟んで、またトランポリンを好きな気持ちを取り戻したって言ってたように、私も挫折した時、東京オリンピックの予選の時に少し挫折をして、その時は一旦レスリングから離れて家族との時間を取って休んで、レスリングに対する初心を取り戻してからまた復活していったので、きっと挫折する前のひかるちゃんよりもきっと今の方が人間としても強くなってるんじゃないかなと思いますね、はい、実際にその梨紗子さんも何か変わったんですか、具体的に。挫折を乗り越えた後っていうのは、なんて言うんだろう、まあ、これを乗り越えたから自分は大丈夫だっていう風に、 あれがあったから自分は強くなったんだっていう風に、うん、挫折を自信に変えることができましたね、はい、なるほど。乗り越えた自分に自信持てるってことですね。そうですね、まあ、こんな苦しいことはもうないだろうっていうくらい辛い思いをしてきたので、うん、きっとひかるちゃんもそうなんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、で、やっぱり挫折もあっていろいろと経験されているんですけれども、切り替えっていうのはアスリート大事だと思います。本当そうですね、はい、やっぱ張り詰めた時間がすごくアスリートは長いので、まあ、休憩も大事だなと思います。そうですね、はい、でそこで森ひかる選手がどういう息抜きをしているのかというところなんですけれども、はいはい、こちらですね、ネイルです、はい、森ひかる選手といえばネイルですけれども、本当にいつも会見になるとまずネイルを見せてくれるっていう、はい、ですね、これ歌舞伎だそうですよ。あ、本当だ、これはそうですよね、歌舞伎、日本をイメージして、はい、東京大会の時でしたよね。そうですね、東京オリンピックの時、はいはい、
綺麗ですね。ですね。あの梨紗子さんもネイルが好きだそうで。私も息抜きでよくやってますね。本当梨紗子さんも会うたび違うネイルをしてる。しょっちゅう変えてます。はい。そうですね。キラキラさせてます私も。あの森選手も結構テンションが上がるっていうふうに言ってたんです。やっぱりそうですか。私もテンション上がりますね。あのやっぱ手元ってやっぱ自分でもすぐ目に入る場所なので、あの練習前でも。可愛いなと思って、自分の機嫌は自分で取ろうというふうにやってますね。可愛いなって思ってから、高められるんですね。テンション上げないといけないですからね。そうですね。はい、テンション上げるためにね、はい、やってます。あの改めてそのトランポリンのルールに関してなんですけれども、はい、実は私知らなかったんですけど、梨紗子さん。トランポリンやられてたんですね。そうなんですね。子供の頃ねえ、これいつ頃ですか。小学校3年生、4年生ぐらいだったかな、確かそれぐらいな気はするんですけど。ですよ、なんか練習とかじゃなくて、ちゃんとこれ大会の写真。あ、そうなんです、石川県の、私シンクロで出てて確か、一応県3番にはなったんですけど。3位でも、これひかるちゃんのオリンピック選手紹介するところで、これいいな、いいな。いや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 、やっぱり身体能力が高いから、何やっても、え、あれですか、レスリングに繋がると思って。いや全然もう飛ぶのが楽しくて。あ、そうなんですか。やりたいって言ってやってました。でもやっぱいざこうやって競技としてやると、すごくあの、繊細で難しい競技だなっていうのは子供ながらに感じてた記憶は、はい、あります。難しかった。難しいです。でもかなり飛びそうですよね。いや、梨紗子さんかなりワンパクでしたからね、はい、幼い頃。何ですよ、知ってるみたいな。お母さんからいろいろ。まあでもね、トランポリンのこともよく知ってる。よくというか、ルールはね、多少違うかもしれないですけど、はい、あの難しい競技っていうのは本当よく身をもって実感したことはありますね。で改めてなんですが、はい、まあ、大体20秒くらいで10回飛びます、うん、で、演技点だったり、難度点、移動点など、まあ、合計して、点数が出るっていうことなんですけれども、うん、あの東京オリンピックの森ひかる選手もそうだったんですが、1回失敗してしまうと、うん、もうなかなか上位には入れない。そう、一発勝負っていうところですね、はい、うん、そこで今日2度目の梨紗子の見どころ。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、行きます。はい、これです。集中力のメリハリ。ほう、あと私は東京オリンピックの時なんかはコロナ禍ということもあって、はい、1ヶ月前からあの合宿所に缶詰状態というか、うん、まあ、でもやっぱ練習では試合に向けて やっていかなきゃいけないので、はい、うん、練習の時はもう高い集中力をずっとキープし続ける、うん、まあ、1ヶ月間それを、ね、ずっと続けるとやっぱり疲労も溜まってしまうので、うん、練習する時はしっかり集中する、休む時は休むっていう風に、うん、あのうまくメリハリをつけてやることを意識してましたね。で本番の時にこう 100% の、そうですね、試合時間の時はもう高い集中力のまま維持し続けるという風に、はい、大事ですね。いやー、すごい。じゃあ最後にちょっと森選手に一言、うん、はい、エールをお願いします。ひかるちゃんも2回目のオリンピックということで、うん、あの世界チャンピオンになったり、その後にオリンピックで挫折をしたりとか、本当いろんなことを経験してきての2回目のオリンピックだと思うんですけど、うん、あの本当たくさんの経験をしてきたひかるちゃんは、世界チャンピオンに初めてなった時よりも人間として間違いなく強くなってると思うので、うん、あの次のパリオリンピック本番では、まあ、オリンピックだからって言って深く考えすぎることなく、うん、トランポリンが好きっていう気持ちをあの演技で見たいなと、はい、ひかるちゃんの笑顔をまた見たいなと思いますね。梨紗子さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日ご紹介したのはトランポリンの森ひかる選手、東京大会では笑顔で飛べませんでした。ただあれから3年、その悔しさの分、誰よりも高くそして美しく跳躍します。自分の気持ちに正直に、その時その時でできることを一生懸命、そして楽しんでいけるように頑張りすぎず頑張りたいと思います。来月行われる川北まつり、川北町の前哲夫町長がテレビ金沢を訪れ魅力を PR しました。川北祭りはかつての手取川大洪水で亡くなった犠牲者への追悼の思いなどが込められた祭りです。毎年虫送り太鼓が力強く打ち鳴らされる中、大かがり火に火が灯され夏の夜空を焦がします。今年の川北祭りは来月3日土曜日に行われ、北国大花火川北大会も開催されます。